整体院5行の山本です。今回は座るときや前かがみになるときにこの股関節のあたりが痛くなるときの改善方法をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。この座るときや前かがみになるときの股関節の痛み、これを改善するためにこの股関節のあたりを押したり叩いたりしてると思うんですが、それでは改善しないと思います。それはなぜかというと、この股関節が痛い原因というのはこの股関節にはありません。原因はここではなくて別の場所にあります。その原因の場所っていうのがこの膝の裏の膝下筋という場所になります。今日はこの股関節の痛みを改善するためにこの膝下筋というところをほぐしていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。まずこのような体勢をとってください。そしてこの親指をですね、この膝の裏にこのようにですね入れていきます。そしてまずは痛いところを見つけていきます。ちょっと右に行ったり左に行ったりしてこの痛い場所を見つけていきます。一番痛い場所が見つかりましたら、そこをですね反対の親指も使って両方の親指で重ねてですね、このようにしてこのような形にして押していきます。これをこっち側にクッと押していきます。ここを痛気持ちいいくらいで止めていただいて、まず10秒間このようにですね、このように左右にマッサージをしていきます。それではいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。次もそのまま痛気持ちいいくらいで押したまま、今度は足をこのように伸ばしたり曲げたりしていきます。これを10回やっていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、今のエクササイズが終わりましたら、もう一度座ったり前かがみになったりして股関節の痛みをチェックしてみてください。これで股関節の痛みが軽くなっている、もしくはなくなっているのであれば、あなたの座ったり前かがみになったりした時の股関節の痛みの原因はこの膝の裏の膝下筋というところにあったということになります。今日やったエクササイズを1日に3セット朝昼晩、これを2週間やって様子を見てください。今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思われたら高評価とチャンネル登録をお願いします。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。